もっとそのこの法案を止める決め手になるような情報はないものかと、そういうような、思いの方が多いんじゃないかと思います。で、実は今日のこの休みを潰して私が作ったレジュメが全員に配られてないということは大変私にとって悔しいことなんですが、まあ、ウェブページに載せてくださるということなんで、見てほしいと思うんですけれども、前半に簡単に法案の中身について書いた後ですね、ツワネ原則というものに触れたレジュメになっています。で、このツワネ原則っていうのを知ってる人ってこの中でどれくらいいますかね。まだやっぱ数人って感じですよね。おそらくこの中身をきちっと読んだ人っていうのはほとんどいないんじゃないかと思うんですけれども、正直に言うと私も、もう法案の審議が始まるよっていう状況になるまで、名前は知ってましたけれども、そんなにきちっと検討したことがありませんでした。でも検討してみるとこれは非常に重要なものだということが分かってですね、まあ、せっかくなのでこれが 原文です。ウェブ上でちゃんと全文読めます。全体として70ページぐらい のものです。それで、まあ、これをその読んでですね、この種の問題について世界中で悩んでる人たちがどういう解決策を模索してきたのかということが僕も非常によく分かりました。で、ちょっとポイントのところを読んでいきますと、まず何を秘密としてはならないかが明確になっている。まあ、政府が提案している秘密保護法は3条と別表で秘密視点、こういう事項は秘密にしていいですよということだけを決めてるんですね。それに当てはまるもので何を秘密にするかということは、まあ、基準を作るということに一応なってますけど、その基準は法案の中には載ってない。で、具体的にですね、ツワネ原則の中では、政府は国際人権法や国際人道法違反についての情報は決して制限してはならない。前政権の過去の違反についての情報、現政府の関係者、他者により犯された違反についての情報も含まれると、まあ、政府に不都合なことを秘密にしてはいけないということを原則の中に書き込んでいる。これを法案の中にも入れろというふうに言ってるわけです。これが入るだけでも随分違ってきますね。その日本、先ほど僕の言った例で言うと、日本政府がその核兵器を密造しようとしていると、それが本当だとすれば、そのこと自身は明らかに原子力基本法に違反しているわけですから、それを暴いたとしても、そのこの 特定秘密に当たるという主張は政府はできなくなるわけですね。それから公衆に関する監視システムと監視のための手続きを秘密にしてはならない。まあ、みんなこれもスノーデンさんが明らかにしたようなアメリカ政府が行っている全世界的な盗聴とか、こういうものを秘密裏にやってはいけませんよということを言っています。それから3番目がですね、秘密指定は無期限ではいけない。これも大事な点ですね。秘密保護法案はいろいろ批判もあったので、30年経過の時点で秘密指定がやむを得ないものであることについて内閣に理由を示して承認が得るという、まあ、一応そういう手続きは作りました。しかし秘密指定の期限が切られてるわけじゃないんです。更新すればそのまま 闇から闇に情報を捨てていくことができる。防衛秘密でですね、秘密指定されたもので公開されたのは1件だけ、すでに数万件の情報が秘密裏に処分されていっているときに言われています。まあ、具体的に、最長期間を定めるということ、それから秘密解除を請求するための手続きを明確に定めるべきだ。当然ですよね。これも法案には全くないんです。それから公開の裁判手続きにおいて秘密の内容を議論することを保証しなければいけない。これもですね、なるほどなと、まあ、こういうふうに書くとなるほどなと思いますよね。さっき僕が言ったようなことが今のままの日本の法律、政府が出している法案でそうなっちゃうわけだけれども、具体的に裁判手続きを公開できちっとやらなければいけないという。ありがとうございます。で、具体的な情報を開示しないときにはですね、その開示を拒否した場合は裁判所は訴追を却下すべきだ。要するに秘密裏のまま裁判にいることを許さないと。だから秘密を明らかになるんですよと。その秘密を漏らしたということで起訴すればですね、最終的には秘密が明らかになるという仕組みを作れというふうに言っているわけです。
それから安全保障部門には全ての情報にアクセスできる監視機関を作るべきだ。そしてその監視機関はですね、必要な全ての情報にアクセスできるようにしなければいけない。こういうものがあれば確かに本当に政府の暴走には、かなり歯止めがかけられるでしょう。そういうことが、先ほども言ったような今、法案に書き込まれている有識者会議では全然不十分なわけですね。何が不十分かといえば、情報に対するアクセスが全く保障されていないということです。先日も記者会見で、報道官との間でやり取りをしましたけども、自衛隊の警務隊がその漏洩先を調べることになるかもしれないというのこと、つまり自衛隊が私たち一般市民やあるいはジャーナリストや新聞社やテレビ会社に行って調べるようなことが起こり得るかもしれないということを言ってるんですね。こんなことってあるのかなと、憲兵隊がまた生まれるんだろうかなという、そういう心配が出てくるんですね。あともう大して時間ないんですけどそれでこれらはですね、いずれも実はこの今もう一つ皆さん気になっているのは、おそらくその安保法制局というね、その首相が作った諮問会議の場で集団的自衛権の行使を解禁しようというふうに話がどんどん進んでいることを心配なさっていると思いますね。で実はその今までずっと新聞社はこの安保法制局の枕言葉として集団的自衛権行使を検討する安保法制局と言ってきたんですけども、10月16日に安保法制局第3回目の会合が開かれて、その中で座長代理の北岡伸一国際大学の学長が記者会見に答えてですね、その今やろうとしているのは2つであると、集団的自衛権だけじゃないんだということを言うんですね。それでもう一つは安全保障措置なんだと言うんです。これ安全保障措置っていうのは国連の安保理が経済制裁とか武力制裁っていうものを決議することがありますね。例えば湾岸戦争の前のイラクがクウェートに侵攻しましたと、でイラクに対して撤収しなさいというような決議を起こす、でそれでもし従わない場合には武力制裁がありますよと、で結果的に従わなかったのでアメリカを中心として30カ国からなる多国籍軍が編成されて湾岸戦争になったんですね。でこれはまさに安全保障措置なんですね、国連の安全保障措置で、つまり今の安保法制局で議論されているのは我が国が攻撃されていないにもかかわらず密接な関係にある国が受けた攻撃を自国への攻撃とみなして武力行使をする、すなわち集団的自衛権の行使だけでなくて国連安保理が制裁を決議した場合の参加まで検討しているということなんです。